ご視聴ありがとうございます。今回は展示になります。うん、でもワンフェスじゃないです。アミアミさん展示でリボルブさん、新エヴァンゲリオン劇場版から牧波真理イラストリアスラストミッションになります。よかったら見ていってください。で、今回の展示なんですが、マリに合わせてアスカも展示してありましたので、一応少しだけ映ると思います。はい、で、今回ついにマリも予約開始になりましたが、うん、もうこれは絶対欲しいですよね。もう予約完了済みの方も多いんじゃないですかね。で、今回のマリですが、この前に発表されたアスカなんですが、うん、発表時話題になりましたよね。絶賛プレネのアルターさんのジャージアスカと同じ造形師さんだったっていうことで、うん、で、今回造形彩色もリボルブさんのアスカと同じ方たちとのことで、うん、メーカーさんも造形彩色も同じということで、もう揃えて飾るには完璧のバランスになりますよね。いや、絶対2人合わせて買わないとなやつです。うん、で、今回のデコマスどうですかね。まあ、若干大人っぽいマリさんというよりは少し可愛い系なフェイスにも見えますかね。まあでもメガネの精巧な作りですとか髪の毛の繊細な感じとかも本当によくできてると思いました。うん、で、まあ胸の大きい女ですからね。プラグスーツの見栄えもエヴァ界一位じゃないですかね。で、スーツのちょっとしたシワですとかあばらの浮いた感じとかへそとか、うん、全身スーツなのにめちゃくちゃセクシーです。いや、これは本当発売が楽しみですね。で、まあアスカが絶賛延期中でして、現状5月発売予定でしたっけ。うん、で、あの、一応去年4月に予約始まりまして、まあちょうど1年ちょっとくらいで届くかなといったところですかね。で、今回のマリも、まあ、予約最近始まったんですが、ちょうど1年後発売予定となってますので、うん、まあ順調にいけばそうですね、3月、うん、4月、5月、それくらいには届きそうですかね。うん、まあでもまだ先は長いんですが、今から楽しみです。で、新エヴァマリはことぶき屋さんがおそらく最初に発売になりますかね。そちらも楽しみなんですが、で、リボルブさん、あとメガハウスさんからもアスカとセットフィギュアが発売控えてますが、どうでしょう、まだまだ出ますかね。で、マリは新エヴァでやっぱり人気急上昇してますので、うん、なんだかもっと増えそうな気がします。うん、で、あと、もともとマリのフィギュアっていうのはそこまで多くないと思うんですよね。まあ、ですので人気にあやかっていろんなメーカーさんから出てくると嬉しいですね。うん、まあでもとにかく今回のリボルブさんのフィギュアはすごい良さそうなので、もうこれは買い確定です。アスカと一緒に飾れる日を楽しみに待ちたいと思います。で、今回のマリなんですが、スケール7分の1なんですが、まあ、台座があってスラッとまっすぐに立った造形ですので結構大きい印象でした。で、リボルブさんのフィギュアって結構他社さんから発売になるっていうことが多いんですが、まあ、今回に関してはもう本当リボルブさんの名前で発売になるみたいですね。で、一般販売、うん、特に流通限定とかではなさそうなので、まあ、いろんなお店で予約が始まってると思います。で、定価が 16,720円なんですが、もちろん割引効きますので、例えばアミアミさんとかですと 16% オフで、アニメイトさんなんか 19% オフみたいなんですよね。まあ1から2割引きくらいで、まあ、送料ですとかポイントとか、うん、あのいろいろ安くなる方法あるかと思いますので、気になる方はぜひいろんなお店チェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はリボルブさんで新エヴァマリラストミッションフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。